から吉田南から南部の方へ歩いていくルートの動画始めたいと思います。私はエコルト兄弟の農学部3回駒ヶ峰です。工学部2回の山本です。工学部2回生の木安です。よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速吉田南歩いていきたいと思います。行きましょう。2人は、ね、2回生だから去年もあんまり大学の中で授業なかったと思う。そうですね、なかったですね。吉田南が一番全学共通科目をやっているところになるので、今年私はここでいっぱい全学共通科目てか1日のほとんどずっとここにいまして、ここがいわゆる掃除広場って言われるところで、まあなんかね、いろいろ椅子があったりとかして、みんなここでおしゃべりしたりとかあったりします。結構ね、なんかこう全体雰囲気が荘厳なところで、ね、いい雰囲気ですよね。で、こっちが吉田南1号館って言われてて、みんなに1教って呼ばれてる。ここでも結構授業があって、私は、英語の授業もここにありました。あと反対側が1回だけありました。あった1回だけここに1回だけこっちが、総人総合人間学部の建物になります。まあ、総合人間学部の人は多分ここに窓口とかがあるので来る人がいるかなと思います。総合人間学部ってどういうことするんですか？私農学部なのでそんなに詳しくないんですけどまあでもなんかいろんな先生がいて、自分の専攻と副専攻みたいなのが決められるらしくて、その専攻ごとの単位取るらしい。なんか本当にいろんな分野の先生がいる。面白そうですよね。で、この大きい建物が吉田南総合館。でっかいですね。地図こう四角くなってるんだけど、はい、ここが北で西で、はい、東で南だから京北、京西、京東、京南って大きな建物です。ここすごい多分使う建物かな。まあ、ということで結構その京北、京東って側に書いてあるのに、はい、なんかどこから入るかがよくわかんないって最初は迷うとこだった。私は入ってますね、北と。そうそう、なんか繋がってるところがちょっと複雑で、うん、一回外に出ないとそっちは西に行けなかったりとかするから、最初は迷うとこだった。いや、ごとっと疑問なんですけど、はい、なんで一教っていうの？教って全学共通科目やってるからじゃない？あ、全学共通の教なんですか？まあ、共通でみんなが使ってる建物ってみたいな。吉田南総合館って名前だけどね、本当ずっと謎なんですよ。ここがこの中庭になってて、建物の間に入ってて、いろんなこういう張り紙もあります。学費巨大の中すごい、まあまあぽい記事版に貼られてるポスターから見てると面白いですね。ここ高2でなんて文化祭で来た時にここであのジャズのやってるのを聞いて、うんうんうん、ああいいなって思って、まあ、そんな思いながら高2の時過ごし受験しました。野球やってますね。運動部はグラウンドとか体育館とか使って。じゃあ、目の前に見えてきた建物なんですけど、はい、これが国際高等教育院、国際高等教育院で KKK って呼ばれてる、あの全学共通科目の窓口がある建物になります。ここに入り口がある。綺麗ですね。綺麗な建物だよね。ここのすぐそこに学校って科目の窓口があって、あの奥にちょっとテーブルとかあって、自習とかご飯食べれるスペースがあったりします。 あ、そうですね。あとそこに大学共通科目のレポートボックスがあるので、まあ多分今みんなパンダで出す人が多いと思うんですけど。そうですね、うん、教室の時はいつもそこにいたみたいな。こんな感じで机があったらね、けどなんか授業の合間とか勉強できていいですね。みんな昼間とか授業の合間に勉強してる人とかもいました。工学部で東洋科学科
科学的に一緒にっていうので、それで後期の時は一緒に一回来れました。うわぁ、授業を今回だけ、あとはテストが今非常に少ないで、こちら目の前に見えてきたのが吉田食堂ですね。これは学生食堂に、はい、じゃあここが吉田食堂になります。吉田南で勉強する授業がある人は、まあ大体みんなお昼ここで食べるのが普通だったんですけど、まあ全学級通科目ほとんどがね、オンラインになったので、去年1年間は多分少し待ってました。で、吉田南、あの全学級通科目で1回戦が多いので、1回戦の最初とかみんなね、ちゃんと授業に来るので、あの本当にすごいんですよ。で、お昼の時間になるとここすっごい列になって、さっき言った KKK のあっちの、ね、建物の方までここからあんなに長く行くんですね。で、まあ、入るまでに10分ぐらいかかったりとかして、まあ、ちょっと急いでる時は使いたくないかなみたいな。まあでもね、回転はいいので、お昼休みの間に壁を入ってさ、次の時間には行けるんだけど、まあ、面倒くさくなると、だいたいこう今から行く方にある生協のショップでお弁当を買って食べる人が増えてくるっていうそんな感じです。全然そんなこと知らないです。通常知らないそんな列なんて去年1年間どこにもなかったからね。列という列見てないですね。今こっちが吉田食堂で、反対側がさっき、あ、ここです、ここです、さっき言ってた机、机がいろいろあって、レポート出すとこで、でそれで勉強ができるみたいな。ここでお昼一緒に食べてるね。ここ今も教室に行っています。ここでレポート書いたりとかすることもあります。私もレポートやパソコンに向かって書くっていうのは通例というか慣例になってしまってて、パソコンのにらめっこするのが日常になってましたね。結構ね、紙で書いて、ね、そのままそこでそうレポートボックスがあったからすぐ出すよとかってことも結構あったんだけどね、去年はそれがあまりなかったと思います。機会もなかったです。そうだね。これが人間環境学研究科と言われる、だから総合人間学部の院にあたる部分、総合人間学部が人間環境科に、まあ、全部ではないけど、まあ、大体そっくりそのまま総人の先生は人間環境学研究科の先生であることが多いので、はい、で、この1階は、ね、ここ広げて、ここでも結構ご飯食べてる人とか、まあ、外だからあの冬は寒くてあまり人いなかったりするけど、目の前にあるのが吉田食堂、ここが生徒の、まあ、ここでいろいろ教科書とか、大学教科科目の教科書もここで売ってることが多いので、皆さん買いに来たかもしれない。見てる皆さんもこれから行くかもう行ったか分からないですけど、使うことになると思います。じゃあちょっとこっちに回っていきたいと思います。で、目の前に見えてくるのが吉田南総合図書館ですね。吉田南の図書館はもうそれこそ中に自習スペースとかがあるので、静かな環境で勉強したい時とかはここで勉強していることかも結構ですね、はい、ここではちょっとエコールドの取り組みの一つをご紹介したいと思います。エコールド教材では今マイボトルの普及促進ということで、みんなにマイボトル持ってもらうために、あのマイボトル持ってても大学の中ってやっぱり中身がなくなった時に給水できるスポットがあんまりないんですよね。そうですね、大学のお水って問題ダメなんですよ。ダメなわけじゃないんですけど、あの地下水って利用してるので、教材の水道出てくる水はちょっとそれは嫌だなっていうので経由してる人も結構多くて、って言って もうそもそも蛇口があるのがトイレとかしかないので、みんなが気軽に使えるような給水スポットが欲しいということで、ウォーターサーバーを設置する活動を私たちしてるんですけど、その第1号がこの中だったので、その紹介をしたいと思います。はい、南南総合図書館の中に入ってきました。こちらがウォーターサーバーになっています。で、今ちょっと少なくなっているので、マイボトルに水を給水したいなって思ったら、ここボトルを置いてダイヤルを回りますと、こういう風に給水できるスポットになってます。でこういう感じで使っていただけるスポットを、あのここだけじゃなくていろんな場所に設置しているので、ぜひ大学に来た時は使ってみてください。じゃあ次のスポットに行きたいと思います。はい、で今図書館があったんですけど、すぐ前に、まあ、ちょっとさっきもね歩いてるところでちょっと映ってたかもしれないんですけど、ここになんかちょっと木があってんってなるんですけど、実はここから入れるのがヘルピンスキーっていうので、